新年明けましておめでとうございます。すまない、俺がいた国での新年の挨拶なんだ。ああ、こちらでは特に新年だからという挨拶はありません。わかってる。集まってもらったのは新年の抱負というか、改まった言い方はめんどくさいな。アクヤ。はい。これからも俺を助け、国を盛り立ててくれ。もちろんです、陛下。ポンチョ。あ、はい、なのです。君の舌に期待している。食べられる食材をもっと探してくれ。もちろんうまいものも開発してくれ。もちろんです。はい。ロロは改まってないやねんダーリン。これからも経済面から王国を支えてくれ。当たり前やろ、うちは商人や。うちが儲かって国も儲かる、双方ニッコニコや。ジュナさん。はい、陛下。王子放送はこれからもっと番組を増やしていくつもりです。歌姫として国民の希望を紡いでください。承知いたしました、陛下。トモエちゃん。はい。動物と話せる君の能力は国が大きくなるにつれどんどん必要になるだろう。頑張ってほしい。はい、兄様。アイシャ。はい。俺の身辺警護引き続きよろしく頼む。それとくれぐれも食べ過ぎには注意してくれ。陛下、なんで私だけ注意事項付きなんですか。リシア。何も言わなくても私はあなたを支え続けるわ。あなたは私たちの王なのよ。昨日アルベルト殿と話してこの国の未来を託されたと覚悟したんだ。でもそれは一人じゃできない。ここにいるみんな、いや国民全員の手を借りないと国の未来は切り開けない。頼む、力を貸してほしい。ソーマ。ダーリンが頭下げることやないと思う。お顔を上げてください、陛下。陛下の作る未来を私も見てみたいのです。陛下がお命じになるならこのポンチョ、武器を手にすることも。そんなことしなくていいよ、ポンチョ。おのおのが自分にできることをしようと努める。できるものができることをする。そうやってこの国の未来をみんなで築こう。流星さ